文学じゃなくて文芸です。エディファーです。えー、ご多分に漏れず、これはフィクションです。作り話です。はい、えー。もう一度言います。これはフィクションであり、作り話です。そう思って聞いてください。おもちゃの話をしましょう。 私はですね、おもちゃがね、大好きな子供でした。まあ、おもちゃっていうと、まあ、子供だったら誰でも好きだろうって思うかもしれないんですけど、実はね、こう、触って遊ぶという感じではなかったんですよ、子供の時からね。積み木にしても、その、なんかまあ、洋々にしても、こう、縁日でもらうような、みんな、ね、水の入った色あるじゃないですか。にしてもそうなんです。あれ、遊ばないんですよ、僕。あのね、ずっと置いておくんです。 ずーっと棚に置いておくんですよ。私、そういう癖があったんですね。触らないというか。まあ、その、なんか、自分の手で壊してしまうのが怖いとか、そういうことではなくて、眺めるのが好きだったんですよ。それが稼働しているところを見たいわけでもないし、自分の手で動かしたいわけでもないし、そのおもちゃに何かこう、設定を与えてね、こう、 戦わせたり右手でそのにある人形を持って、左手で人形を持ってこう戦わせたりとか、フィギュアを持って戦わせたりとか、そういう感覚はないんですね。見るだけなんですよ。眺めるだけなんですよ。おもちゃに対して。だから今になって思うと、私、美術館とかってよく行くんですけど、まあ、最近ちょっと行かなくなっちゃったんですけどね。あの <laughs> まあ、そういうところから、なんか私の感覚っていうのは養われてたのかななんて思ったりするんですね。はい 自分が関わるという形ではなくて、それそのものがそこにあって、それとの一定の距離をもってして見るという。で、今思い出せばなんですけどね、あの、私、その、結構ちっちゃい頃から女の子というか遊ぶことが多かったんですよ。男の子より女の子との方が仲が良くて。で、女の子のおままごとっていうのに、すんごい、あの、 よくお父さん役とかワンチャン役やらせ、特にね、ワンチャン役が多かったんですよ。ワンチャン役なんてね、やりたいやついないでしょう。でも、あのエディファーですね、あの女の子、まあ、誰かと遊べるのが嬉しくて、あのそういう汚れ役みたいな、誰もやらない役をね、自分からやるんですよ、私。で、だからやっぱそうなると、なんか、エデー君呼ぼうよってなるわけですよ。だから重宝がられるわけですね。で、 まあ、ある時に、まあ、ある女の子のお人形さんですよね。そのね金髪で、バービー人形ではな、ね、い、リカちゃん人形かなだったのかななんかね、金髪のね、お人形があったんですよ。でね、私、それすんごい欲しかったんですよ。別に人形遊びするわけじゃないんですよ。でも、欲しくてね、すごく。その、自分の、 家の棚に置きたたいと思ったんですよ。保管したいというかね誰の手も触れられないような状態にして自分だけで眺めたいと思ったんですねでその女の子の家からその人形を盗んだんですよあのー ポケットではなかったな。あの時はね、なんかピンク色のなんかね、私ね、その時、私今もピンクすごい好きなんですけど、あのー、その時もすでにピンク色が好きで、あの他の男と男の子たちとかにはですね、男なのにピンク好きなの変なのとか言われてたんですけど、私ピンク大好きだったんで、でピンクの中に入れてたんですよ。入れて、バッグかなんかちっちゃいのに、袋かなんかに入れて、持ち帰ったんですよね。で、それをね、 ま棚に置くと、それどこから持ってきたのあんたってお、お母さんとかお父さんに言われちゃうでしょえ <laughs> だから、机の引き出しにね、ずっと入れといたんですよ。忘れ、な、ま、な、あ、くなっちゃってもいいが正解かな。うん。なくなっちゃってもいいから、なくなっちゃってもいいから、なくさないようにか。入れたわけですよ。で、誰にも見つからないような場所ですよね。この引き出しは別に誰も開けないからなっていうような。 まあ,あの子供にしてはですね、なかなかあの、あのそうですね、ちょっとまあ子供ながらにしては、なかなか巧妙なことをしたんですよ。実はその引き出しについて。要はね、二段底ってやつなんですよ。で、その二段底の下のところに入れたんですよね。でね、まあ多分なんですけど、 もともとその引き出しっていうのが二段底用にできてるんですよ。二段底になるようにわざと設計されてたんですよね。で、私、なんかの表紙にね、誰だったかな誰かに教えてもらったんですよ。いとこだったかなもともと僕のその引き出しっていうも、引き出しがあったらその机なんですけどね。その机も、いとこからもらったものだったから、多分ね、その時に教えてもらったんでしょうね。うん。で、何か板はめれば、あのー、わかんないよみたいな。 で、その糸をもらってて、あの、机の大い,たいなんていう正面に長いところあるじゃないですか。長く、なんか、長く、薄くなんだろうかな。あんまり浅くて、横に長い引き出しあるじゃないですか。あそこの中に、その、二段底用の板が入ってて、で、それ取り出してね、初めて使ったんですよね、そこでね。で、やっぱ問題なのは女の子なんですよね。その女の子の方は、人形がなくなったと。で、エリー君と遊んだ日に亡くなったっていうわけだ。 そうなると、まあ疑われるのは僕ですよね。だけど、嫌じゃないですか。すごい嫌じゃないですか。だって僕欲しいから。で、その子のお母さんとその女の子が来たんですよ、家に。 で、人形なんか間違って持ってっちゃったとかないですかねみたいな来て、女の子は完全に僕が持ってったと思ってるんですよ。まあまあ、持ってったところを見たわけじゃないんだろうけど、まあ女の勘みたいなもんですよね。気づいてるんですよ、多分。まあ僕のその、なんていうのかな、罪悪感に満ちた顔でも見たのかもしれないですね。で、絶対にエリー君が持ってる。絶対持ってるって言って、玄関でね、今でも思う玄関で、 くん持ってきてって言ったんですよ。で、いや,いや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 と。いや、僕も取ってないよって言ったんですよ。まあ、嫌なガキですよね。あの、平気で嘘つきますからね、子供ってのは。<laughs> で、母親も困ってるわけだよね。その、要は、どっちを味方にすればいいか分かんないじゃん。自分の息子がさ、そのね、本当に奪ってる可能性だってあるわけだから。で、でもあっちのお母さんは、 あーでもエリーくん持ってないみたいだよみたいなことを自分の娘に言うんだけどんその女の子の方は持ってきてよエリーくんって言うんですよでいやいやいやだってないしみたいなわかんないよい言われてもみたいなで隠してるんでしょって言うんですよいや隠してないしっていうのをずーっと押し問答を繰り返してなんか もういいみたいなことを起こったんですねその女の子がでそうやって暗いところに置きたらかわいそうでしょってあげるからそんな暗いところに置かないでっつったんですよその時は分かんなかったんですけど 要するに二段図この下のところに入ってるってことは光がないわけですよね当然ながらねその子なんで分かったのかなと私は今思えばですけどねちょっと思ったんですよで私もなんで、えー、その子のその言葉が気になったのかは分からなかったんですけど当時はなんとなくこの子分かってるんじゃないかって思ったんですよねそしたら 何でしょうね自分の心の中で何か決心がついたんでしょうねちょっと待っててって僕が言ったんですよねで人形持ってったんですよ白切ればいいじゃないですか僕もだけど切り通せないって思ったんですよねだ多分なんとなく気づいたんでしょうねその言葉の違和感とかにそのそんな暗いところに置かないで一緒に遊んであげてって言った その子がまあそれがもしかしたらその子なりにまあどうせ隠してるんだったら暗いところだろうとかあとエリー君はおもちゃを使って遊ぶっていうよりもどっちかっていうとこう干渉するような人間だからそうやってるんだろうっていう推測のもと言ったのかもしれないんですけどねで私はその人形を取り出して彼女に渡して「ごめんね」 言ったんですよ。そしたらその女の子が「許さない」って言って人形を受け取らなかったんですよね。で、まあ、僕は母親に死ぬほど怒られであちら側のお母さんは非常に困った顔をしてと。<laughs> でまあ一応話はそこで終わりだったらよかったんですけど。 まあ、すごく子供の頃の話ですね。幼稚園の時の話ですよね。小学生だ、いや、中学生だな。中学生入るか入らないかの時に、結局私、その人形、まあ、返されちゃったわけで、二段底の中に入れといたんですよ。で、母親はそっちの家族に返そうと思ったらしいんですけど、まあ、受け取ってくれないわけで、娘、女の子は、ね。もういらない、こんなのいらない、みたいな。 で、なんか新しい人形が何か買ってあげたのかな。でいわゆるその僕が奪ってきたその人形は結局二段族に入ったままなんですよね。で中学生になった時になんとなく何の気なしに要はその二段族のある引き出しに物を入れなかったんですけどそのなんかこの机で中学になったら勉強するみたいなのをなぜか自分の中で決めてたもんですから引き出しの中を整理しようと思って出てきたんですよ。 その人形があ、二段底がパカッと取れたのか、なんか板自体がもろくて、なんか物を入れた拍子にペキって言ったのか分かんないですけどね、ペキって折れちゃう、ちょっと端が折れて、あれなんだっけこれみたいなのやって、あ、二段底になったのそうだなとか思って、その人形を見つけたのか分かんないんですけど、そのね、あのー、人形がですね、あのー、そこになかったんですよね。 で、母親に聞いて、あのなん、前になんか人形を取ったことあったじゃん、みたいな。あの人形って、俺に渡したよね、って言って。ああ、まあ、そうね、みたいな。もうその時、まあも、当然ですけど、めちゃくちゃ子供の時の話ですから、そもそも人形取った、取らなかったっていうのはね。あ僕私が取っちゃったっていうのは。だからもう母親も怒ってないわけですけど、当たり前ですから。年月経ってるわけですから。で、あの後、あの人形どうしたのって言ったら、いや、あんたに私そのままでしょって言われて、 あそっかあん人形どこ行ったんだろうなっていうまあそういう話ですよね <laughs> うんら明らかに私も要はもういらないって言われたその人形は自分でももう干渉する場所にも置けないじゃないですか罪悪感の象徴だからだからね二段底のとこには入れたんですよ入れたんだけどねないんですよでその 机自体も今も今うないんですよその成長とともにもうこの机使えないねっつって結局捨てちゃったんでそうだからあの机もう当然捨てるときには机の中全部ね探したわけですから私たちはあのなんか,なんかね他の荷物持って荷物が中に入ってないかっていうのは全部見てから当然机を捨てたのであの人形どこ行ったんだろうなっていうね そういう話です <laughs>。はい。あのー、なんていうことのない話なんですけどね。はい。そうなんで私ね、子供の時からね、なんかね、取る癖があったんですよね。うん。なんか、人形を盗んじゃったりとか、あのー、なんだろう。人のものを取るんですよ。で、壊しちゃうんですよ。そうそうそう,そう。で、 あのー、嘘つくんですよねあの。壊してないよとか。まあまあ、嘘をつくのはまあ怖いからなんでしょうけど、欲しいから取ったはずのものを何で壊すんでしょうね、私はねで。記憶にないだけで、私もしかしちゃったもしかしたら、もしかしたら、その人形を壊したのかもしれないですよね。で、バラバラにして捨てたとか、無意識のうちに。 欲しいから取るんだけど、取るとそれが罪悪感の象徴になるから、長く自分のもとに置いておきたくなくてばらすみたいな。ああ、なんかそれが一番しっくりきますね、私の精神状態と。なんか精神状態を分析する限り。はい。まあでも、結局取る癖っていうのは残ってはいなくて、あの当時で終わったんですよね。別に私万引きもしたことないですし、あのー、 なんだろうな、犯罪じみた、その、窃盗みたいなね、こともしたことはないので、まあ、子供の頃の癖だったのかな、なんて思ったりするわけです。はい。というわけで、本日はここまでです。えー、チャンネル登録といいねの方をしていただければと思っております。なんとなくの、なんとなくの思い出話でした。というわけで、えー、エディ・ファーで、した。じゃあね、バイバーイ。ありがとうございました。バイバイ。